はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっと最近もうずっとね考えてたことがあるんですよ。そう、この部屋、今撮影しているこの部屋をですね改造したいと思っていまして、最近私がやった生配信の中とかでもちょっと部屋改造を考えてるっていうね、言ってました。はい、それをちょっとねこれから本当に実現していこうと思ってます。で、今回は一応部屋改造シリーズの第1回目ということで、今日はまだ改造はしないんですけど、今の現状の部屋をですね、紹介していこうと思います。はい、まあ、改造していくと、まあ、今撮影している今のこの状態で部屋を紹介できるのはもう最後になりますので、改造前の状態を今回は紹介していくということでやっていこうと思います。では行ってみましょう。はい、ということでまず背景の方がこちらですね。はい、ちょっとねこの辺もね変わっていくと思うんですけど、まあここにね WWE のレプリカベルトがあります。これ結構ね新しく見てくれてる方はこのベルトを私が自分で取ったんじゃないかと思う人もいるみたいなんですけど、そうではなくてこれは購入したレプリカベルトになります。私が好きで見ている WWE っていうプロレスのベルトですね。で、この下のやつもそうです。こっちがワールドヘビーウェイトチャンピオンで、下がローウーマンズチャンピオンということで女子の王座になります。はい、まあそんな感じで、ベルトがあります。で、ちょっとねこちら今オフになってるんですけど、よいしょ、こちらですね。これは昨年の年末ぐらいに紹介したディブームのディトゥっていう、超面白いこれねスピーカーなんですよ。こんな感じでね電源がついて、Bluetooth マークつきました。この後ねおそらく時計が出てくると思うんですね。はい、時計出ましたっていう感じのやつですね。で、音楽とか流せるし、この画面とかを変えることもできます。まあ詳しくはねこの D2 の紹介動画も出したんですけど、例えばはいこんな感じでね YouTube マークを表示させたりとかっていうこともできます。結構いろんなユーザーがこれねここに表示できる絵とかアニメーションを作ってるので、それをダウンロードして使えたりします。で、ここがまあこれもスピーカーですね。これは確かねプレゼントで送ってもらったやつなんですけど、確か PUBG のスピーカーですね。はい、こんなのがあります。で、この辺はもうヘッドホンコレクションが並んでます。ちょっといくつか足りないですけど、今の方に、置いて使ってるやつもあります。こんな感じですね、ヘッドホンシリーズです。で、この上はこれ帽子ですね。私がよく使ってる帽子関係、モンスターのロッシュの帽子とかね、私よく聞かれるんですけど、ロッシュのファンでこれ置いてるっていうよりはこのデザインが好きで買ったっていう感じなんですよね。で、あとはAEW の帽子ですね。プロレスのやつです。というかもう、この辺を全部プロレス関係ですね。AJ スタイルズの帽子と、バレットクラブの帽子ですね。これが、いつも私が着てる、アンダーアーマーとドウェイン・ジョンソンのコラボの帽子ですね。で、ここにプリンターが着てるという感じです。で、ここにはちょっと増加の葉っぱがありますね。こんな感じで。一応これはね、電気つけることもできます。で、次ちょっと下の方行くんですけど、この下の方というかね、この棚自体、これ棚だと思ってる人が多いと思うんですけど、これ実はですね本棚なんですよね。はい、本棚をちょっと横に置いて改造して使ってるみたいな感じなんですけど、これを今後変えていく予定があります。ちょっとこれがね正直言ってあんまりいけてないんですよ。まあ、遠くから見てるとそんな気づかないと思うんですけど、まあ、結構ねこのあちこち傷んでたりとかするんですよね。もうこういう細かいとこ見ていくと結構ボロボロになっていたりします。はい、で、まあ、カリン様ね、いますね。私の動画のスマホのポートレート写真のサンプルとかでよく使うカリン様ですね。で、この奥は妻が5万人突破記念で作ってくれた LED のボードですね。今ちょっと電池切れちゃってるんでつかないんですけど飾ってあります。こんな感じで、この辺がちょっと本がねありますね。プロレスの本ですね。はい、で、あとちょっとここはねヘッドホンとかの空き箱がいくつかあります。はい、で、この辺はもうサプリとかなんかプリンターの、インクとかそんなのがあります。もうこの辺はねあんまりって感じですね。これプロレスの、シェイマスっていうプロレスラーのサイン入りのポスターとかが、置いてあります。で、この下の方はこれ iPad とか、MacBook とかの空き箱ですね。うん、ポータブル電源があって、ちょっとしたサプリとかなんかいろいろ入ってる箱ですね。うん、こんな感じかな。一応棚の方はこんな感じで、ちょっとこの辺は結構大きくこの後変わっていく予定があります。で、左の方ね、こっちが、まあ、窓があって、で、ここにですね、まあ、少し前に、MacBook Pro と iPad を接続した時の動画ではこの辺も使ったんですけど、ちょっと小さいテーブルがあります。
今はちょっとジンバル置きみたいな感じになってますね。まあ、ここでもちょっとした作業とか、できます。商品とかをピックアップして撮影するときの撮影台みたいな感じで使うこともあります。まあ、こんな感じでね、拡大してあげると、まあ、例えばこれをちょっと撮るときとかはこんな感じで大きく撮ったりもできるという感じですね。こんな感じで、下の方はちょっと汚いんですけど、まあ、まだレビューしてない商品の箱とかそういうやつがあったりしますね。もうこれレビュー系の YouTuber はね、この箱が溜まってくるのはもう仕方ないことだと思います。はい、まあ、最近使ってないものとかがごちゃっと入ってたりするんですけど、この辺はちょっと汚い感じなんですけど、はい、で次こっち側が、まあ、普段の撮影スペースですね。はい、まずこっちが、メインのカメラですね。冒頭撮影したのがこちらのカメラになります。 α9 を今回使ってます。で、下の方にはこんな感じでモニターがあって、まあ、今撮ってないですけど、こういう感じで自分の方をね、映るようになってます。このモニターで確認しながら撮れるという感じですね。このモニターは先月買ってよかったもののランキングで入れた、あのブラックマジックデザインのビデオアシストっていうやつですね。このモニターに直接録画することができます。で、サブカメラでよく使っているのがこちら RX100M7 ですね。これをこのサイドとかに設置して上から商品を撮ったりとかっていう風に使ってます。で、こちらにあるのが、これ生配信とかするときに使ってたこれ α9-2 ですね。今お借りしててもうちょっとで返すところですね。まあ、ここからこういう角度で、そっちの方を撮って、まあ、生配信してるという感じですね。はい、で、このデスクの置き方とかも多分変わってくると思います。はい、で、ちょっとここはね、ごっちゃになってるんですけど、まあ、よく使うものとかがごちゃっと入ってる感じです。で、このデスクがこの部屋ちょっと変わってて、まあ、これもダイニングテーブルなんですけど、その奥に、まあ、PC デスクですね、作業用のデスクがあるっていう感じになってて、ちょっと変わってます。で、このダイニングテーブルを基本的に商品レビューするときとか普段撮影するときのデスクとして使っていて、これ本来はですね、木材の木目のデスクになってるんですけど、サブチャンネルの鍋ラボチャンネルの方でちょっとこれ DIY しまして、大理石調のシールを貼って今こんな感じになってます。まあ、この感じを見ても、まあ、おそらく全く元木目のデスクとは思えないぐらい、しっかり大理石っぽくなってますよね。特にこんな感じで見ていくと、本当にもう普通の大理石テーブルに見えるぐらい、結構質が高いんですけど、これ3000円ぐらいで購入したフィルムを使ってます。はい、ほぼ妻の助けを借りてっていう感じですね。よいしょ。あ、で、こっちの椅子がですね、今私の場合2つあるんですよ。で、こっちがまあ、今まで使ってたのがこっちの椅子に座ってたんですけど、ちょっと高さの関係で最近こっちの椅子を使ってます。これ私がずっと前に購入した、1万か2万ぐらいの結構安めの椅子ですね。はい、これは完全に、ね、横に倒れるんですよ。ちょっと大きくします。こんな感じで横に倒れてもう寝ちゃうことができる椅子ですね。で、高さもそこそこ出るんで、まあ、このデスクでちょっと作業するときとかにも使いやすいので最近こっちを使ってます。で、こっちの方に移動すると、これはですね、まあ、これもちょっと DIY してるんですけど、上にこう取っ手をつけてこんな感じですね。この突っ張り棒みたいな感じの仕組みで、まあ、簡単な棚を作ってあります。はい、で、その棚にちょっとこのリュックとかカバンとか、帽子とかね、いろいろ置いてます。名刺入れとか入れてますね。まあ、ちょっとした、収納スペースっていう感じになっています。で、うちはちょっと不思議な感じで、こっち全部ね、これ鏡張りになってるんですよ。だからちょっと広く見えると思うんですけど、こうすると結構広く見えますよね。だいたい10畳ぐらいの部屋なんですけど、こんな感じ。こっちが鏡張りになっていると。で、この中は、まあ、タンスみたいになってて、まあ、本当にね、ごっちゃごちゃ物がいっぱい入ってます。もう購入した後の箱とかそんなのがいろいろ入ってます。で、ライトは、これ LED のライトですね。ミューアのライトを使ってます。基本的にうちはこの天井の方に光を反射させて、その光をこうこっち側に来るようにして、自分の顔にふわっと光が来るような感じで使ってます。ライトはここでこう明るさをね、調整してあげるとこんな感じで使えますね。結構今明るくなってます。ここまでやんなくていいので、この辺でちょっと調整して使ってます。で、まずね、ちょっと変えたいと思ってるのが、カメラですよね。私カメラ結構持ってるんですけど、カメラ収納してるのが実はここなんですよ。ここを開けると、まあ、本があったりとか、スマホのね、空き箱があったりとか、カメラとかレンズとかね、こんな感じでちょっと雑多な感じで入ってるので、これをまず改善しようと思ってます。ちょっとね、これは次の動画でおそらく改善しますので、お楽しみにしていただけると思います。ちょっと禁断の扉を開けてしまいました。はい、
で次こっち行くと、まずこれリュックですね。私のお気に入りの、模試のリュックですね。すっごいお気に入りです。まあリュックのレビュー動画は過去に出してます。であとこの辺、これ実はね最近新しく来たやつなんですけど、これあの物を入れたりとかできるキャスターみたいなやつなんですよね。でこのキャスターね、これガラガラがついてて動くんですよ。でさらにこの上にこれ今スライダーが乗ってるんですけど、このスライダーの上にカメラを乗っけた状態でこれごとガーッと移動してって、流れるような映像を撮れるっていう感じで今最近使ってます。はい、まあ、ここにカメラを設置してこれごと移動させてあっちに行くみたいな感じですね。あっちの方で撮影したりします。で、まあ、こっちに行くと、これも完全に収納スペースですね。カメラの空き箱とかがあります。で、デスクね、よくデスク何使ってるんですかって聞かれるんですけど、これは楽天で購入した本当1万円か2万円しないぐらいのただでかいだけの木材のデスクって感じになってます。まあ今のところ不具合はないんですけど、ちょっと困っているのが、ここね角がね痛いんですよ。で当たると本当怪我するレベルで痛いので、こういうなんかゴムの痛くなくなるようなやつを角に貼ったりしてますね。はい、でまあ Wi-Fi ルーターですね。 ASUS の Wi-Fi ルーター、これめっちゃ爆速のやつです。よいしょ。で下行くと、まあ、空気清浄機があってメインのね椅子がありますね。これウィルクハーンのオンっていう椅子を使ってます。これは本当に、まあ、長時間使ってても疲れにくい椅子なので、ちょっとめちゃくちゃ高かったんですけど、3、4年前からこの家に引っ越してきた時に買ったんですけど、本当に買ってよかった椅子になってます。はい、で作業環境がこんな感じですね。じゃあこっち行きましょうか。よいしょよいしょ。はい、これが、まあ、私が普段作業している感じの目線になります。まあ、こんな感じですね。今デュアルディスプレイになってて、LG の27インチの 4K ディスプレイを2台並べてます。まあ、過去にあの部屋紹介した時はもう1台ねこっちにディスプレイがあったんですけど排除しました。はい、あまりにもちょっと使い勝手が悪かったんでもう売っ払っちゃいました。でゲーム実況とかたまにやるときはこのスイッチがあって、スイッチから今はこの ATEM ミニの方にね、ケーブルがつながっていて、3番にするとスイッチの映像が映るようにしてます。ではこれは本当最近のお気に入りのブラックマジックデザインの ATEM ミニですね。生配信をしたときにも、もう大活躍しました。でスピーカーが BOSE のコンパニオン3っていうスピーカーになっていて、音がすごくいいですね。こっちの方にもあります。はい、でこっち行くと、よいしょ、これがあのコントロールできるやつで、タップすると、スピーカーの電源オフにできます。でもう一回すると、スピーカーつきます。ここで音量調整できます。くるくるという感じですね。で基本的にスピーカーから直で音を出すっていうよりはヘッドホンの方にここにつないでヘッドホンで音を聞くようにしてます。はい、ちょっとオーディオインターフェースとかもね今後ね導入してみたいなとは思っています。であと PS4 があってマイクがあります。マイクアームもね今後導入してみたいなと思ってるんですよね。でマイク使うときはまあこれをこんな感じで持ってきて、まあここに持ってきてここで、まあ、撮影しながら音を取るみたいな感じでやってます。で下行くと、メイン PC ですね。こちらエイリアンウェアエリア R4 ですね。で今2年ぐらい使った感じになります。あのスペック的にはまだまだあのかなり高い方なので、全然問題なくメインとして使っています。はい、であとキャスターとかがあるって感じですね。ここはもうね汚すぎて見せられないスペースになってます。こんな感じかな。あとこのデスクマットはこれ意外と最近買ったんですけど、まあ革っぽい感じのデスクマットで、まあ、キーボードとかねマウスとか使いやすいですね。こんな感じかな。はい、ということで、ちょっとね軽く今の現状の私の部屋の、まあ、ルームツアーみたいな感じで紹介してきました。普段はですねこんな感じの部屋で、まあ、撮影と編集をすべてやっていることになります。で今 MacBook Pro の方は今の方に置いてあって、まあ、あっちで作業することもあるし、そのままパソコン持ってきてこっちの部屋で作業することもあります。で、まあ、あの Windows と MacBook Pro ね両方使って作業しているような感じになります。はい、で、この部屋がですねなんと、この後変わっていきますので、シリーズ化を予定してます。まあ、結構ね大幅に変わっていくと思いますので、ちょっと期待していただいてね、ここからどういう風にこの部屋が変わっていくのかっていう様子とかも、お楽しみいただければと思います。まあ、せっかくなんで部屋改造シリーズは、まあ、再生リストにしようかな、これを第1話としておきたいと思います。ぜひ、ね、継続的に、こちらも楽しんでいただければと思います。この動画が良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。